はい、どうもこんばんは、グミでーす。前回の続きからですね、ドラゴンボールカカロットパート9ですね、やっていきたいと思います。ほう、これはすごい。戦闘力4万2000まで上がりましたよ。参考までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数をお教えしておきましょうか。私の戦闘力は53万です。桁違いすぎる。ドラゴンボールが見当たらん。どこかに隠したか、フリーザが持っていったのか。どっちにしても地球人どもがあの妙な機械で見つけるだろう。ビジータは、それまでは戦闘力をうまく消して奴らに俺がここにいることがバレないようにすればいい。ビーの特性を知ってんのかね。あのチビどもがシェンロンとやらを呼び出したら奴らを始末して俺の願いを叶えさせてもらうぞ。あいつら地面に埋めて隠してるとはな。でもこれで全部揃いましたね。結構アナログなんやね。あんなところに隠してやがったのか。とっととシェンロンとやらを呼び出しやがれ。そうしたらあのチビどもを片付けて、この俺が不老不死の願いを叶えさせてもらう。ん？さあどうなる。揃った7つの玉。ポルーンが、シェンロンポルーンが現る。おったな、ちょっと太っちゃうのな。よし、行くぞ。はい、いでよシェンロン。そして願いを叶えたまえ。出ない。シェンロンが出ない。なんで。ちょっとセリフが違うのかもしれませんよ。クソったれども。何をしてやがる。ちょ、もうベジータ可愛いんやけど。クリニさん、誰かこっちに向かってきます。え、邪悪な二つの気を感じるぞ。間違いない、さっきのギニューってやつらだ。怒るなよね。じゃ、お父さんはやられたの？え、悟空？ギニューとかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのか？ドラゴンボールが掘り出されています。どういうことだ？何言ってんだ？ドラゴンレーダーで見つけたに決まってんだろ。そんなものか。それで願いは叶えられたのか。それがよ、ダメなんだ。シェンロンが出てこねえんだよ。なんでだろうな。それより悟空、お前なんか変じゃないか。その雰囲気がさ。それになんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。演技できないタイプね。悟空じゃない。で、ちょっとぐらい。わかりません。でも、僕にはわかるんです。ちょっとぐらい偽。体を取り替えてもらったんす。こっちの方が相当に強かったもんでね。なんだって？の。ん？お前は。クリリン、ご飯。そいつは。オラじゃねえ。え、よくここまで来れたな。どうすんのや、こっから。そうさ、この俺はギニュー独占隊隊長ギニュー様だ。どうなる、どうなる。そんな、あれがお父さん。体を入れ替えたか。知らんねや。厄介になってきやがったぜ。ごはん、クリリン、今のおめえたちなら絶対に負けはしねえ。遠慮なくそいつをぶっ飛ばしちまえ。そんな。貴様の元の体だぞ。勝てるはずがなかろう。どうなるんやったっけ。やってみりゃわかるさ。そいつはオラの体だ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。バカめ、このギニュー様にそんなハッタリは通用せんぞ。バカだ、ギニューバカだ。さあやってしまいなさい。俺も戦わせてください隊長。
こんなチビどもや死に損ないは俺が痛めつけてやりますよ。おっと、だったら俺も相手をさせてもらおうか。ベジータ、貴様いつの間に。ベジータもう仲間側やね。結構早速この体のパワーを試させてもらうぞ。はいはい、あよー、バカ、精神と体がバラバラだから力が出せないよ。あよー、ちょっと待って、ヤリック砲のカメハメハ。もっとパワーを出せるはずだ。だ、今のうちに降参したらどう。もうギニュー様が降参だと。痛い、上がって、はいはい、はいよ。あ、そう、でもすぐやれそうやね。痛い、ひどい、ふざけんな、こら、あよー、やったか、ザーコメ、いでー、このジースほんまに愛しいからな、戦い方。あよっ、そう、当たった、当たらないよね。はい、ベジータ貴様が俺たちにかなうわけがない。そう言いながら恐れているんじゃないか。3人いっぺんに復活した。俺の戦闘力は恐れているだと。この俺がベジータごときか。おい、いいぞいいぞ、あいえ、終わりだ。いや、でかいね、めっちゃでかない、そこすごいわ、経験値が。ちょっとそのジーズほんますぐやってほしいわ。なんということだ、チースがやられるとは。次はお前だ、早やってくれ。うわっ、うわっ、死ねー。でもさ、その体入れ替えるんか。え、待って、次ベジータ、嘘でしょ。やってくれ、どうだどうだどうだ、あ、来たか。おい、あの野郎、よよくも邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。よかった。なんだ、一体何をしたんだ。この感じはお父さんだ。でもだってさ、そこでさ、元の体に戻ったんだ。ベジータって次またチェンジされたらもう余計おこしいでな。くそー、今度こそベジータと入れ替わってやる。まずいぞ、今やつにベジータの体を手に入れさせたらおしめだ。いただくぞ、その体を。やばい、おお、懐かしい、あったな、これだ、思い出したわ。チェンジ、いけいや、ベジータ感謝せよ、ほんま。
ゲロ。どういうことだ。やったぞ。あいつをカエルに変えてやった。いや、展開がいいね。トントン進むのがいいわ。ちょっと待って、もうカエル終わり？ちょっともうちょっと映して、トントンすぎて。いい加減喋ったらどうですか？ドラゴンボールの願いの叶え方を。最長老を殺せば、ドラゴンボールは消えますが、あなたは関係ありませんからね。これが最後の警告にしましょう。言いなさい。死ぬことになりますよ。もうお前がそれを知っても無駄だ。そろそろデンデが地球人たちのところに着く頃だ。お前が知りたがっている合言葉を伝えにな。合言葉ってでも何に変わったの？何？あいつか。おのれ。ただの時間稼ぎだったのか。ギニュー特戦隊の反応がない。まさか5人ともだ。やられたというのか。とにかくベジータや地球人とギニュー特戦隊の間に何かが起こった。そしてドラゴンボールは。おのれ。願いを叶えるのはこのフリーザ様だ。貴様ら下等生物なんかではない。おお、なるほどね。あったな、このシーン。貴様ならこのメディカルマシーンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らには戦闘服をくれてやるか。防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。優しい。戦闘服ってそういうやつか。イメージ良くないな。なんだこりゃ。すげえ軽さだ。ほとんど重さを感じねえぞ。懐かしいな。肩も全然邪魔になりませんよ。なんかあったな、こういうの。自由に動きます。ご飯、悟空を治療してる間に最長老さんのところに行ってみよう。シェンロンを呼び出す合言葉を聞かないとどうしようもないからな。そうですね、行きましょう。合言葉とやらはお前らが調べておけ。俺はフリーザのやつとの決戦に向けて休息を取る。いや、ベジータ、こんなスムーズにいい人になったんやね。お。フリーザにだけは会わないようにしないと。なるほど。フリーザに会わないように。ちょっとサブストーリーやりたいわ。ちょっとね、久々に。お父さん、どれくらいで元気になるんだろう。大した時間もかからないってベジータが言ってたな。一旦、義乳戦は終わりって感じかな。フリーザの木は近く。どこにあるんだよ。フリーザ軍。そう、見つかったか。なんや。悪さをする前に倒してしまう。普通に戦うだけ。スイッカ、誰。全然知らん、誰。普通に戦うだけかな、これ。長老さんのところにいるのかな。いや、弱っ。あれ？え？な。何の人これ？はいはい。はい。ほう。
っていうかお前らフリーザ軍じゃねえな。お前らの顔は見たことないぞ。そうか、俺たちこの戦闘服着てるから勘違いしたのか。紛らしい格好すんなよな。連れ戻されるかと思って焦ったじゃねえか。お、ということは、はぁ、あ、フリーザ軍の兵士がなんでこんなところで何を、なんで仲間の姿を見て怖がってたんですか。なあ、さっきも言ったがよ、連れ戻されると思ったんだよ。俺はよ、フリーザ軍のシェフとして少しは名が知れててな。お前らも来たことがないか。名シェフスイカの名前をよ。すいません、来たことないです。はい、俺もまだまだだな。まあいい、とにかくだ、俺はあの目的があってわざわざ舞台に入れてもらってはるばるこの星まで来たんだ。その目的ってのはこのナメック星でしか取れない幻のフルーツを手に入れるためなのさ。ほらよ、どうしてもそれを手に入れたくてよ、だからこっそり舞台を抜け出して探しに出てたってわけだ。あ、だから連れ戻されるって思ったわけか。でもナメック星にそんなものがあるなんて知らなかったですね。どうよ、興味あるのは俺の手伝いをしねえか。なあに、悪いようはしねえて。どうしよう。はぁ、じゃってやりたいんだろう、お前のことだからよ。嬉しいじゃねえか。それじゃあ早速頼むぜ。なるほど、アジサオレンジ、そんでマイマイヤシの実、ナメナメロン。メロンは岩場付近、オレンジはちょっと仕上げられるな。樹木のね、高地の木で実ったものが地面に落ちてさらにコロコロと転がり落ちることで成熟していく。どういう、つまり転がり落ちた場所を見つければいいわけだが、それがどっかは全くわからん。なんか結構ややこしそうやね。悪いな。なるほど、ヒントありそうやけどね、なんかでも。あー、あるやん、めっちゃヒント。早く集めてこなきゃ。これ絶対海の中やな。あるか？いや、結構難しいかも。ちょっとのヒントもないの、これ。もうちょっと欲しいな。全然映らんわ。うわ、なんかおる。僕でも、なんとか勝てそう。海の中な気がする。この辺りじゃない？あ、待って、なんか光ってない？これもしかして？せやろ。やったー。あとは何を集めればよかったっけ。よし、じゃあ次が、他は割とすぐ見つかりそうじゃない。さあどこでしょうか。僕でもなんとか勝てそう。なんか力が出ないや。腹減ってきたな。めっちゃついてきてるわ。僕でもなんとか勝てそう。どこだ。ちょっとバレないように走りますか。あった、これやろ。
よし。うわわ。あと一つだね。どうやって行こうかな。飛んだらでもバレそうやからな。ちょっと走っていくか。僕でもなんとか勝てそう。あ、あれちゃう？当たー。これで急がなきゃ。よし、オッケー。ここはペッ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 といきますね。うわわ。え、戦うの？お、ジュース？くれんのかな、ジュース。なあ。ありがとうございます。はい、はい、オッケーオッケー。え、これでも本編おったんか。こんなんおらんかったよな。まあいいや、一旦とりあえずオッケーです。役に立てたみたい。そしたら次もうあの赤いっていいか、いいって良さそうよね。う、誰かが飛んでる。デンデ間に合ったんか。やっぱりデンデだ。クリリンさん、ごはんさん。待って、このシーンも覚えてる。立ち合わせたよな、飛びながら。それがやっとドラゴンボールが揃ったのに何にも起きなくてな。それで最長老さんとこへ聞きに行こうと向かってたとこだったんだ。やっぱりそうだと思いました。僕は最長老様に言われて願いの叶え方を教えに来たんですよ。あれはナメック語で喋らないと願いは叶えられないんです。ナメック語、それは確かに僕らには無理ですね。じゃあデンデが呼び出すんか。急ぎましょう。最長老様の寿命が近いんです。それにもうすぐこちらにフリーザが来るかもしれません。そうか。ところでベジータは休息するとか言ってたよな。はい、もしかすると眠ってるかも。今のうちに。よし、できるだけ気づかれないように戻ろう。チャンスやん。かわいそう、ベジータいっぱい協力してくれたのに。到着。ここで寝んねや。ベジータはどうだ。あ、眠ってますよ。あいつ戦ってばっかだったからな。しかしこれはベジータを出し抜くチャンスだ。あいつに悟られないようそっとドラゴンボールを離れた場所まで運び出そう。シェンロンが出た時に気づかれても少しは時間が稼げるからな。お、こんなスムーズに。よし、なんとかベジータには気づかれなかったみたいだな。はい。ん？何かがこっちに近づいてる。すごい速さ。フリーザー怖いよね。フリーザーだ。急げデンデ、早く願いを叶えさせてくれ。はい。どんなことを言うの？ナメック語って。タッカラプトポッポルンガプピリンドパロ。あったな。あったわ。光った。あ、空が暗くなった。地球のドラゴンボールと一緒だ。
ポルンガだ。懐かしい、このフォルム。ドラゴンボールを7個揃えし者よ。さあ、願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ。早く早く。さすが本場のシェンロン、気前がいいや。早く願いを、フリーザやベジータが。ああ。まずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルデビラル、ファンパリツ、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチパ、イタシコンチパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。え、願い事はナメック語やのに、このポルンカが喋るのは日本語なんやね。生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。俺にご飯と話をさせてくれ。頼む。急げ。わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ご飯、聞こえるか、ピッコロか。ピッコロさん。そっちの状況は分かった。いいか、よく聞くんだ。一つ目の願いで、この俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば、神も生き返る。そうなれば、地球のドラゴンボールも復活して、他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。わかりました、ピッコロさん。頼んだぞ。三つ目の願いは好きにしよう。デンデ、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。でもそれは確かに。テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、プヤキリゴ、プヤキリゴ、ウオトク、ホラクサ、ペロプッポ。わかった、一つ目の願いを叶えてやろう。それは正しい判断やと思うわ、ピッコロは。おい、神様。ピッコロめ、粋なことを考えおったもんだわい。二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星にワープさせてください。そっか、時間かかるもんな。はい。テルモバラ、アッコロル、ステノニピロ、ピッコロル、マゲカ、タマクロル。それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。もう二個使っちゃったで。ベジータ切れるんちゃう？ここがふるさと？ナメック星か。なるほど。妙に懐かしい気分だ。感傷に浸っている場合じゃない。ご飯たちを探さなくては。遠くにとんでもなくでかい木を感じる。こいつがフリーザって化け物か。その近くにもでかい木が三つ。こいつがご飯たちだ。急げ。やばいんちゃう。フリーザが近づいてきてると思う。やばい、バレた。どういうことだ。バレたわ。なぜ空が、この星に夜はないはず。
なんだあの化け物は。怒られる。それにドラゴンボールも奴らもいない。あの化け物はあいつらの言っていたドラゴンボールの竜か。くそー、あのガキども、この俺を出し抜きやがったな。二つ目の願いも叶えた。さあ、最後の願いを言うがいい。叶えたって、言いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に。ここにって。ここへ来て欲しかったのですか？そんな。やばい。ピキヨコだ。貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ。愚か者め、フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。これでもあと1個残ってるけど、何に使うんやったっけ。待って、願いは3つまで叶うんです。まだ1つ叶える願いが。バカ、喋るな。そいつを聞いて安心したぜ。さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもそこまで来ているぞ。3つ目、最後の願いはまだか。何、三つ目って何やっけ。こうなったら破れかぶれだ。デデ、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。あ、ほんまにしてくれんや。よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。では。ん？ん？ああ！なぜ竜が消え、ドラゴンボールが。待って、これ最長老死んだかもしかして。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと。俺の不老不死はどうすんだ。それは来てしまった。フリーザ。ベジータ、どうにか時間を稼いでくれ。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか。どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしても、あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私を。ここまでコケにしたおバカさんたちは、許さん。絶対に許さんぞ、もしけらなの。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。あれた、一人たりとも逃がさんぞ。敬語やったフリーザが。覚悟しろ。でもさ、このピッコロ生き返ったからまだ。なんて気だ。勝てるわけないぜ。当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。
大ボラなんかではない、確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。フリーザあれよね、何形態とかあったよね。変身って何だってんだよベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだってバカってこと。恐れるな、ハッタリだ。そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。何やったっけ名前。チッ、そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろフリーザ、今すぐ変身して正体を見せろ。あの白と紫やもんね。まずなんか顔長くなるやつか。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい、めったに見られるものではありませんからね。第2形態が確かあの長いやつちゃうか。で3がちょっとでかいやつやんね。なんて敵だ。2が大きくなるのか、気持ち悪。大きなってんね。気をつけろよ、こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。口を変わった。何しろ力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら100万以上は確実か。イントネーションまで違うぞ。あんなに敬語やったのに標準語で。気をつけろよー言ってたもんな今。情けない面だぞベジータ。どうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいな。おのれ。さーてドイツから地獄を見せてやろうか。どうすんのでもこれほんまに。決めた。クリリンさん、よくもクリリンさんを。え、終わり。クリリン、ちょっと待って、これなんかお尻尻尾なんか切るみたいななかったか。あいつを助ける気か。無駄だ、すぐ死ぬ。えい、バカだ。はいはい、やりっこ。クリリンさんを助けたか。危ねえ。はい、そんな心配をしてる暇はないぞ。あ、やべ。いいぞいいぞ。あ、やべ、あかんあかんあかん、いかんいかんいかん。来た、よーし。どこ？この後、逆上して理性を失うと、ここまでパワーが引き出せるのか。いけるぞ、いけるぞ。貴様、ただのチビではないようだな。あら、弱いな。いや、うん、すごいな、経験値。だってまだスーパーサイヤ人になってないもんね。結構なんか今のはさすがの俺も少し痛かったぞ。ご飯が強すぎるのか。しかし
相手が悪かったな。ただ怒りを買っただけだ。第三形態？ちくしょう。俺たちの考えは相当に甘かったらしいな。全然手応えなかったで、でも。ほんでクリリンどこ行ったの？でかい木がさらにバカでかくなった。いよいよフリーザってのが動き出したか。かすかな気を感じる。ブルマか。俺とそっくりだ。ナメック星人か。地球人の言っていたナメック星人か。彼らの願いが叶ったのか。よかった。いろいろと事情を知っているようだな。ならば俺がそのガキたちを助けようと急いでいることも知っているだろう。悪いが荷殺しにしていくぞ。どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。それだけに残念だ。元通りの一人のナメック星人になって戻ってきさえすればフリーザにでも勝てたろうに。ん？何？再び神のやつと同化して一人になりさえすればフリーザって野郎の力さえしのぐじゃろう。そうだ、私はフリーザに圧倒的にやられはしたが、あいつの力はよく分かったつもりだ。今さらどうしようもないことだ。それに俺はあんな奴と二度と同化する気はない。私と同化しろ。そうすればお前のその力が数倍にもなる。何？貴様と？時間がない。私は直に死んでしまう。早く私の体に手を置け。心配するな。人格はお前のものだ。こんなシーン覚えてない。いいだろう。試してやる。絶対にフリーザを倒せ。いいな。貴様に言われるまでもない。どういう感じ？まさか、こんなことが。その記憶も。なんという力だ。信じられんほどの凄まじい力が。これがどうかというやつなのか。そんな最長老とかもう死んだから無理か。今行くぞ、ご飯。お、ネイルさん、やった。おお、めっちゃ経験値。この力があれば勝てる。どんな奴であろうと負けるはずがない。俺は今究極のパワーを手に入れたのだ。とりあえずどこや。あっちやな。急げー。あそこか。いきなりじゃあ戦うのやったかな。ああ取られんかった。え、なんでそうなった？どうしたベジータ。勝ったよね、一回。助けに来んのか。お、ネズーベジー。あれ、復活してる。何？あれ？あいつは少なくとも相当の重傷だったはず。なんでやっけ、なんでやっけ。二度と復活できぬよう粉々にしてくれる。太陽拳。お、ネズー。ベジータ今だ、攻撃してくれ。おい急げよ。え、なに。よかった、死んでいない。なるほど、直してあげるよ。ベジータ急げ。そういうことだったのか。
何してんだよベジータ。早く。あのナメック星人のガキにあんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ。俺たちだって知らなかったんだ。知ってたら悟空もとっくに直してもらってたさ。驚いたよデンデ、ありがとう。な言うてるべちゃうで。早く。サイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よーし、おーい、今のチャンス。きやがったかな。ベジータ復活させてあげてよ。まあ、でもまだいけんのかな。バカな、あのチビも確かに死にかけていたはずだ。何か来るぞ。あ、ピクルか。ピタッと着。ピクルさん、待たせたな。ち、誰かと思えば俺たちが地球でぶっ殺した野郎か。ドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを生き返らせやがって。カスで悪かったな。だがこれだけは覚えておけ。フリーザを片付けた後、今度は貴様の番だということをな。まだナメック星人が生き残っていたか。俺一人でやる。お前たちは手を出すな。え、ピッコロさんってそんな強かったん。相手の実力もわからないバカが、やれるものならやってみるがいい。ダーダー言ったね。勝てるやな、ほんまに。これまでのナメック星人とはどこかが違う。とは言っても、なんや、所詮この俺の相手ではないがな。宇宙のゴミを片付けてやる。待って、魔漢工作法がこれで、待って、魔漢工作法爆裂、なんてなんて、ちょっと待って待って、これ何、何や何や、連続気候波、ちょ待て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 、よしよし、おい、あよー、あよー、オッケー、勝てるんかな。いいだい、こいつまだ挨拶があるじゃん。よいしょー、レイス、いよー、あー待て、危ない、レイス、ちょっとあんまり覚えてないな。攻撃の当たりが何が何か。どうした、その程度か。何、これほどのナメック星人ないと。おーおー、ナイスナイス、うっ、いて、あ、でもあと2か。うすためてためて、早くためて、まで、すげえ強っ、いいぞいいぞ、あっそう、ミスター、よしナイス、そろそろやな。成人の怒りを思い知れ、来たか、よーし、これはもういけるな。へい、おー、めっちゃ強なってるね。でも、でもやで、すげえ
ザと互角に戦ってる。こんなシーンあったっけ。いや、それ以上だ。マジで。やっぱりすごいや。あれえ、どこが互角さっきは悪かったな。貴様を舐めてたんだ。だが想像以上にできるんでな、実力を見せることにした。やっぱりまだまだ無理よね、ピッコロ。じゃあ俺もだ。お、本気でやろう。どうやら勘違いしているようだな。今見せたのが本気だと思ったのか。何？貴様は今のこの俺が変身したものだということを知らんだろう。貴様にも与えてやるぞ、この俺に対する地獄以上の恐怖を。変身だと。よし、これで3来るんか。先に絶望感を与えておいてやろう。どうしようもない絶望感をな。このフリーザは変身をするたびにパワーがはるかに増す。その変身をあと2回も俺は残している。その意味がわかるな。なんだと。次あれか。そんなあと2回も。見せてやろう。次あの顔長か。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。顔長からのあの白か。これピッコロもう一回死ぬとかないよね。僕も戦います。くそー。来てくれよ。待て、貴様が言っても無駄だ。それよりこの俺を半殺しにしろ、今すぐだ。え、デンデンに生き返らすんか。だー、出た顔長や。これが3か。4がやっぱあの白なんかな。5があれなんか、ちょっとわからんぞ。お待たせしましたね。第2回戦と行きましょうか。あ、すごい、なんか敬語標準語に戻った。化け物め。なよなよなよ、また礼儀正しいフリーザか。どうり、ちょっと拝見。フリーザから行くとダメージがなくなってる。ちゃっ、やっ、あっ、なになになに、怖い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 。いい。いいぞいいぞ。ナイスナイス。いいぞご飯。今のはなかなかでしたよ。当たっているのか、果たして。ナイス。外した。そう。それがなんなんやろ。まだや。なんか。やばい、なんか起こった。痛い。あ、でもそんな強くないか。すー、なんか思ってる以上に勝てるぞ。すごい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 。オーバーキル。どうした。おい、なんでや。俺たちサイヤ人が死の一歩手前で復活した時に強さが増すことは分かっただろう。さっさとこの俺を半殺しにするんだ。ちょっと待って、自ら死にかけても効果はない。貴様がやるんだ。一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいたことは幸運だったんだ。口が悪い。ほんで、いくら大嫌いなお前だってそんなこと。もうすぐ悟空も蘇ることだし。カカロットは下級戦士だ。あれ以上強くはならん。よし、この姿のままでもあなたたち全員を始末するのは簡単なことですが。え、もういきなりあの殺す前に死よりも恐ろしい究極のパワーというものをご覧に入れましょう。フリーザも割と早く変身する。ほんで、
え、これで白やね。合ってるよね。今のうちなら間に合う。早くやれ。早く早く早く。それでいいんだ。デンデさん、この場を離れるんだ。あんた、ほんでいつの間にそんな服ボロボロになったんや。生き返らせてあげて。なに この俺は直せんだと。くそー、嘘やろ。僕の仲間をたくさん殺した、そんなやつは直せない。なんだと。直してあげて。僕はあの人を助けてくる。かわいそう、ベジータ。大丈夫ですか？おうおうおう、ベジータ、ベジータじゃない、ピッコロは直されへんのか？誰かを。そういうのはできへん。すまない、助かった。クリリンさん、どうしてベジータを？サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど、今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。ちょ、ほんまに、あんたいつの間にその服ボロボロだったかだけ教えてくれへん。あ、やばいんちゃう？なんだ、フリーザか。早く出んで。変身が完了したんだ。出んで、お願い、ベジータを直してやって。かわいい、お願いの仕方もかわいい。治るか。逃げや、デンデ。ベジータに、なんか、叩かれそうや、あんた。もたもたしやがって。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今、スーパーサイヤ人になったんだ。え、スーパーサイヤ人って、どっちが なるん早かったっけ、結局。悟空なのか、ベジータなのか。ああ、やっぱ白か。ここで白なんや。てか割と早いね、白なんの。かわいい、ちっちゃくなって。やっぱフリーザちっちゃい方が似合うわ。あれがフリーザの正体。小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなという良い見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったが、すまなかったな。お前たちを助けられそうもない。あ、え、デンデ、デンデ、これだー。うそー。あのナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか、皆さん。さあどうなる。でもさ、アニメで見てたからこそ思うけどさ、このフリーザこうなるまで結構時間かかったよね。すごいトン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 行くからなんか不思議やわ。うん、約束でしたよね。地獄以上の恐怖を見せてあげるって。なんてスピードだ。あれがフリーザの正体か。だが今の俺ならやれる。ほんまに？サイヤ人なの？どっちが早かった？ベジータの方が早いか。今私は本当に向かってフリーザを向かって。ちょっと待ってくれよ。あ、またベジータしか選ばれへんのか。ベジータで行くんか。じゃあは
はい、ではセーブ部完了しましたので行きましょうか。ちょっとざっとこの辺上げて、ベジータのね、必殺技パレットかとツリーとちょっと上げてセーブも済んだんで、はい、じゃあやっていきますか。悟空いつ来んのやろ。ガキどもには見えなかったようだが、俺には見えるぞ。貴様の動きがな。大した自信だね、ベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。これもうスーパーサイヤ人なれんのかな。もうやっと吐きかけるから。恐怖の宣告、フリーザ最終形態の超パワー。